料理番組ワンダフルクッキングの時間よ。今日はサボテンステーキを作っていくわ。安心して、私にだって作れるレシピよ。この日のために何回も練習したしみんなメモの準備は大丈夫？今から材料を言うわね。消化バター、ニコニコニコゴリ、醤油、アルキニンジン、うまみサボテン、スカモルツァン。ほら、簡単な材料でしょ？どれも市場に行けばすぐ手に入る材料だわ。さあさあ、料理をしていくわよ。まずは、お鍋に水をたっぷり入れて、お湯を沸かすわよ。よし、お鍋はこれで大丈夫。次は、歩き人参とうまみサボテンの下処理、いくわよ。まずは、歩き人参を乱切りに。この人参はアスタルトの畑で採れたものなのよ。とっても甘くて美味しいんだから。人参は付け合わせに使うからいっぱい切らなくて大丈夫よ。ねえ、みんなは乱切りってわかる？私最初何のことかわかんなくって、乱れるってことなんだし、めちゃくちゃに切ればいいんだって思っちゃって、とっても小さく切ったのとか、一口じゃ食べれないくらい大きく残したり、星形にくり抜いたりしてたのよね。ブブに何してるのって言われて、乱切りって手間かかんのねって言ったら笑われちゃった何も聞かずにやるもんじゃないわよ。その後でブブと一緒に乱切りの練習したんだから今じゃ世界一綺麗な乱切りができると言っても過言じゃないわ。さて、歩き人参はこんなものね。ちょっと見てこれ、やっぱり私乱切りの世界一よ。そうだ、これラジオだもんね。見せられないのが残念だわ。さて、気を取り直して、次はうまみサボテンに取り掛かるわよ。サボテンはトゲが危ないから、下処理をサボっちゃダメ。とっても丁寧にこうやってピンセットで引っこ抜く。根気はいるけど、複雑な下処理をしなくていいから私は気が楽だわ。ほら、お魚の鱗を取って3枚におろすとか難しいでしょ。私には無理。まな板の魚を落としちゃう気がするそれに比べてサボテンは引っこ抜くだけだし、こうやっておしゃべりしながらだって、トゲには十分気をつけてね。こんな風に刺さっちゃうから気をつけるのよ。あ、お湯が沸いたわ。歩き人参とうまみサボテンを茹でていくわよ。ちょっと時間がかかるからソースを作っちゃうわ。ニコニコニコゴリを耐熱容器に入れて、加熱魔力装置で10秒チン。みんな、加熱魔力装置って知ってる？これ便利よね。この中に入れちゃえば温められるんだし。煮こごりが溶けたらお醤油と混ぜる。煮こごりにはうまみがたっぷりあるのよ。お醤油と混ぜれば立派なごちそうソースになるんだから。まあ、私は最初加熱装置で温めすぎて爆発させたことあるんだけど、だって温めればいいって書いてあったから、いっぱい温めた方がいいのかなって思うじゃない。みんな思わないの？私だけ？ブブとリアには料理もしたことがない素人がどうして最初からアレンジしようとするのかわからないって、
呆れられちゃったのよね。私のはほらアレンジっていうか親切だし、熱々の方が美味しそうじゃない？それともこれがアレンジっていうのかしら。あ、もう少しでサボテンが茹で上がりそうね。焦げ目をつけるためにフライパンを温めるわ。冷たいフライパンに消化バターを入れてトロトロにする。このバターの溶けるいい匂いたまんないわね。お腹減ってきちゃった。あ、サボテンと人参が茹で上がったわ。さっと湯切りをして、熱々のフライパンへドーン。もう野菜は十分柔らかいから、美味しそうな焦げ目がついたらお皿に盛り付ける。うまみサボテンはお皿の真ん中に、歩き人参はそばにそっと添えてスカモルツァを好きな厚さに切ってサボテンの上に盛り付ける。私スカモルツァ大好きだから厚めに切っちゃおう。最後に作っておいたソースを上からかけて完成。お野菜のステーキだからとってもヘルシーで食べ応え抜群。どうよ、私にだってこれくらいはできるのよ。さて、頑張ったご褒美に先に食べちゃおう。はあ、おいしい。これは好みなんだけど、スカモルツァもフライパンで少し表面を焼くとさらにトロッとしておいしいわよ。焼いたチーズってなんであんなにおいしいのかしらね。みんなもぜひ作ってみてね。それじゃあまた次回のワンダフルクッキングでお会いしましょう。